はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファープロサクセススペシャル、今回は大谷翔平選手投手でやっていきましょう。強化順位でいきます。でデッキはこんな感じで、まず大谷選手の投手の場合のコツですね。これは2種類になります。打たれ強さと奪三振で、この編成でいくと、あと犬木がね、打たれ強さ持ってて、神楽坂くんもね打たれ強さを持ってるんで、彼女キャラですね、後イベでね今野ちゃんを入れようかなとも思ったんですけれども、まあ、特に暗黒スバルがいるわけでもないので、奪三振もね安定して大谷選手からは取れると思うので、やっぱりドクター K を取りに行こうと思って騎馬妹を入れてます。上が、後イベでしたが前イベになりますね。じゃあこれでやっていきましょう。葵ちゃんからはオリヘンを取っていきます。マリンボールですね。ちょっとオリヘンを取らないと変化球がきついかなと思うので、特にね初回がいい練習がなかったんで、守備で敏捷ポイントを稼いでいくといったところでしたかね。さっきのはで2周目の練習、騎馬か、どうしようかな、体力満タンなんだけどな、やっておこう。彼女キャラはやっぱり評価はなるべく上げていきたいからね。いる時にやらないとさ出てこない可能性があるからね。でマネちゃんに関してはやっぱり2回目で彼女にしたいですね。経験点重視で、だからまあ騎馬妹がね早めに来てくれればすごい助かるんですけど、なかなかいいね、変化球にもいると。であと投手はねやっぱり試験なんですよね。試験1回ヒットを打たれるだけでめちゃくちゃ点数下がるんで、あとやっぱりねコントロールも結構重要みたいですね。低めの球を、ブレずに投げるっていう。あ、犬木って体力回復してくれんだっけ。マネちゃんはねやっぱり球持ちをね自身でくれるっていうのがすごいいいですね。ここは変化球でいきましょう。で大谷選手と、球速2人か。おお、彼女キャラが誰もいない。で大谷選手のね金徳は速球プライドっていうやつなんですけれども、骸骨がねどうしても取れないんで、あー、これどうしようかな。騎馬は乗ってるか、騎馬は乗ってる。コツ神楽坂くん、勝ち運リリース両方は取れないよね、この経験点だと。そうすると勝ち運は全部16か。あ、リリースは技術が足んねえんだ。30いくつ必要だったもんね、確かリリース31か。じゃあちょっと勝ち運だけでも取っておきましょう。で神楽坂くんのコツをもらいに行きます。キレなんだよねやっぱり、キレ、玉持ち、うん、いいね、置いておこう。玉持ちはね意外に重たいんですよね。あ、雑用できるか、一回寝よう。これで犬木くんのイベントは勝手に進んでいくんで、確か1個も選択肢ないっすよね。もう本当にほっといて大丈夫っていう。さて騎馬妹来てくれ、緩急いいね、来たー、ありがとう。3軍でテスト泣きっ面に8だな。それでもよくやる気出してるよな、緩急。またかい。おお、告白来たね、いいねいいね。まあ二股はねクリスマスに間に合いやすいっていうのがかなり利点ですよね。まあ二股だったらね井戸端が起きてもまあなんとかなるんで大丈夫ですけど、三股はきついよね本当に。練習をね犠牲にする可能性があるんで、これはどうしようかな。なかなかいい体力量だけど、回復しておくか。雑用雑用、ボール磨き。
もうちょっとさ、いっぱいマネージャーやった、おおやったぜ、速球対抗心コツつかんだ。あとは試験とかがうまくいってくれれば、速球対抗心もね筋力を結構使うんですよね。コツ1でも77、精神42と 100いくつ使ったと思いますね。コツ1だと 30% 引きなんで、ここはちょっと一回監督強化を上げておきましょう。で、騎馬妹はもう大丈夫、できればマネちゃんが出てきてほしいんだけど、まあ守備やる必要はないかな。この体力量だったらちょっとデートしますか。騎馬妹はね回復系のキャラではないんで、まあ、30くらいの回復量なんで、1回練習してやれば全然いいかな。で呼び戻しが可能と、変化球がないとね死ぬからね、まあ、フォークにしておきますか。1かコントロール全然ポイントがないな。これでなんとかなるか。マネちゃんマネちゃん追加、よし。さあ来たよー、入れ替え試験。30点キープしたいね。まあ、まずはフォークでいくか。あんまりフォークもね下にやりすぎるとブレるからね。で内角、おお危ねえストレートもなんか怖いんだよね。まあでもあんまりね同じ球はやっぱり投げない方がいいみたいなんで打たれちゃったけど、いやこの1球なんだよね本当に。1球あと、今あれなんだっけ、ピシャリくんやってるじゃないですか。でピシャリくんやって9回の裏で抑えが回ってくるんですけど、うちのピッチャーマジ抑えが超弱くてマジかーって思ってるんで、ちょっとね抑えも作りたいんですよね。もうね中継ぎと抑えがねうちのチームは今課題なんで、どうしようかな。これは監督評価を上げていくか、デートをするか。デートをしよう。あれ呼び戻しって何人呼び戻すんだ。4人か。あれ間に合う、1回の失敗しなければカラスマ間に合うのか。それきつくない。大谷翔平くんだけ戻しとく。いやそれかなんか一般人戻せんのかね通常時で。だったら一般人を戻しておくっていうのは全然ありだよな。これもな、評価上げていこう。井戸端対策に評価を上げていきましょう。騎馬妹はもう最後の方のデートは評価上がんないんで、あれこれどっちがいいんだ。まあいいや自分でやろう。技術は必要。マネちゃんもまあ乗ったは乗ったか。大谷くんってさなんか戦いそう、あれ戦わないんだっけ、なんかわかんないな、なんか二刀流だからな。野手の時は戦わなかったんだよね。ただマネちゃん一回あげとこう。こういう時にやっぱり練習しておこう。体力もマックスだし。ここでちょっと体力を削られて、でまあそりゃ誰もいないからね。どうしようかな。なんて言ってる。エリート組のやつらを頑張って説得する。これその他にするとさエリート組を呼び戻すのかな。まあ いやとりあえず大谷くんがいるんで大谷くん呼び戻しましょう。どうよ、おいいね、戦わないのはいいね。今回の編成はねそう割とね戦わない組なんですよ。で大谷くん来てますね、やりましょう。そのために君を呼び戻したんだ。脱散は欲しいね絶対。コツ打たれ強さ3で掴むかどうするか。
喧嘩、ごめんなさい。また来てね。さすがだね、得意練習率アップ。いや、いいよいいよ、 8% やっちゃおう。クリスマス前だし。お、そして疲労回復、ひとつまみだけ食べて。いや、ありがとう小平くん。で、騎馬妹、経験点はめっちゃもらえるんで。で、12月が終わるんで、そろそろね、能力の方も上げていかないと。年明けの試験があるんで。いや、ほんといいな、体力もめっちゃ回復するんだね。60回復か。さてさてさて、そうするとまあ、やっぱりフォーク3、あとはコントロールだね。 D、 よし、これでいこう。練習はどうしようか。ここにマネちゃんがいるといえばいる。一回いるか。マネちゃんの告白がまだ一回も来てないね。さて、世界平和を願いましょう。やっぱりね、ちょっとね、今ニュースでね、アメリカで銃の乱射事件も起こっちゃったんで。あれ、結局何だった、代表だったのよくわからん。どうしようかな、エリート組ちょっと呼び戻してみる。この園田ってやって、エリート組が戻ってくるのか。12345人戻ってきたね。なんか大丈夫そうだね。これコーチたまに怒られるからね全然ダメだみたいなこと言ってきて。さて、どれだけ満点取れるか。前回の野手はね、満点1回も取れなかったからね。いきなり打たれたんだけどマジかよ。 CC か、能力的に強いよな。やっぱりそういう人が選ばれるのかね。うおー、危ねえ。今のもさ、ヒットになっても全然おかしくない球だったよね。いや、1回打たれるだけなだけでね、めちゃ減るからね。せめてさ、50ポイントくらいは欲しいよ。60とは言わないまでも。どうしようかな。もうデートをしていくか。ちょっとマネちゃんのデートが詰まりそうだし、騎馬妹はもう終わらしちゃっていいね。最後の方の評価は上がんないんで。で、騎馬との勝負はやろうか、投手だし。これでなんかホームランとか持ってかれたら嫌だな。で、大谷の金徳ですね。いいねいいね、経験点もね、いいからね。来るね大谷くん。得意練習率アップは偉大だな。アドバイスを聞いて監督評価を上げていきましょう。1月の4週は誰もいないか。誰もいないかってか、大谷しかいないんだけどさ、そもそも。コーチ、2月の1週からはね、ちょっと呼び戻しが始まるから体力は減らしておいていいんだよね。コーチ練習をやりましょう。まあ、来るかどうかって言われたら分かんないけど。これさ、1回も金徳もらったことないんだけど、あんまりコーチさ追ってる暇がないんだよね。さて、こっから。いや、まあ大谷くん来てるけどね、やっぱり来るね。得意練習率アップ持ってるんで、どっちにしようかな。神楽坂くんからにしよう。やっぱり変化球が大事だよ。これ受けるよねそもそもこいつなんでエリート組についていったんだって全くその通り。あ、低めだ、ありがたい。今回コツがいいね。コツがかなりよくもらえてる。で、これで騎馬妹は評価が乗りましたね。コツが来てる。大谷くんか。1回だったら大丈夫？
あと誰を呼び戻すんだ。エリート組は多分もう大丈夫なはずなんで、あとこの2人でしょ。で2周勝負はしないよね、この編成ね、勝負はしないはずなんだよ。そうすると打たれ強さって、ね、掴んじゃっていいかな。30の40で70か、まあいっか、掴んじゃおう。奪三振が欲しいからね。うん、まあいいや。監督強化は大丈夫かな。健康グッズどうしようかな、試そう。呼び戻しをしてれば体力がどんどん回復していくんで、ポイントを取っていきましょう。告白1回目が来ましたね。2月の3週か、まあどうしようかな、試すか。いいね、ポイント、ポイントゲット。やっぱり大谷くん来るね。ただちょっと俺は呼び戻さないといけないんで、うーん、葵ちゃんの方にするか。いやー、勝負がないっていうのはね、マジ楽だわ。リリースつかめた。でマリンボール、ちょっと変化球を上げていかないといけないかな。で神楽坂くんの金徳、前部神楽坂くんを、そうか、呼び戻したから。神楽坂くんのイベント全然起こってなかったよね。ちょっと待ってね、葵ちゃんか。てか変化球に2人来てくれよっていう感じなんだけど、緩急1だっけ、あ2あるんだっけ今。40か、まあ全然いいな、取っちゃおう。で、あと居抜きとカラスマか。カラスマ負けたら終わるな。ただただな、変化球ポイント44もらえるのも結構でかいんだけど、でかいんだけど、ちょっと呼び戻しを重視するか。あれ、カラスマがいる普通にいるんだけど。あ、どうする、カラスマ先やっとくじゃん。エリート組を戻したからカラスマを戻せるんだ。なるほど、そういうシステムね。じゃあ先にエリート組一回戻しておくの手だね。これ野手の方でもそうだけど、こいつ意外にな、あぶねえ、なんか振られると怖いんだけど。でこれはね、ボール球が使えるから、よしよしよし、もう一回釣ってこう。振れ、さすがに振らない。フォークを落とす、もう一回フォークでいくか。俺はフォークしかないからな今。ゲー、打たれたやはり同じ球は危険か。いいよいいよ、こういうのはね、体力を削ってくれるんで、今のうちに怒ってくれれば。あ、サイガとの勝負か。これは、あ、そうか、一球勝負か。またよしよしよし、この最初だけだよな、お調子いいの。フレフレフレ、うん、で最後は落とす。くらえ打たれんな。これ何ポイント、10ポイント。てかポイント手に入んないか変化球1人、ちょっと呼び戻しの方が、カラスマだなやっぱり。また同じセリフ言うんだもう一回勝負だみたいな感じじゃなくてさ、全く同じセリフだね。内角フォーク、一番いいのがさ、なんかゴロ打ってくれるやつだよね最初のパターン全く同じだな。ちょっと外側にストレートやってみよう。でギリギリのところにフォークをまた落とす。うわ、全然ずれたな今。今のはファールだね。落とす、おー怖い。これでカラスマはとりあえず戻せましたと。対強打者か、コツも悪くないね。であとはもうちょっと犬木くんを戻さないといけないんで、勝手に犬木くんになるんだ
いや勝負ない組はね本当にいいよ、重い球これもありがたいね。よし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 、ポイントゲット。さあここから練習が始まる、デートも始まる。だからマネちゃんとかデート始まらないからね、まだ早く来てくれ。神楽坂くん、リリースはコツを取ってあったよね。っていうかいつの間にかポイントがすごくなってんな。重い球取っちゃおう。リリース、玉持ち、これでもいいかな、置いとくのは置いとくか。まだあとなんだっけ、あ速球対抗心ね、これも絶対手に入んないよね、取っとこう。で変化球はじゃあスライダーとかにしとく、333にしておくか。さらにコントロール C にして、まあ、球速もねあった方がねいいからね。精神ポイントが全然足りてないな。尻上がりか、まあいいはいいんだけど、マネちゃんはこっちじゃないんだよ、こっちじゃ。牽制、特に何にもないからここはデートをしていきましょう。若干詰まってるよねやっぱり、マネちゃんが来てないからな。勝負だ。ちょっと最近投球も良くないけど、俺のフォークを食らえ。怖い。スライダーを超ギリギリのところで入らないみたいな、全然ギリギリじゃねえし。低めを取っとくのもそうか、よかったね、低め丸を取っても。ストレートを見せてからの落ちるフォーク、よーし、キバには勝てた。で、キバに勝つと確かあれだよね、キバ妹の評価は上がるんだよね。もうちょっとマックスなんであれなんですけど、マネちゃんやろう。告白まだか、やはり1回目で告白を受けておくべきだったか。試験は残り2回ですね。この2回両方ともちょっと満点通過しないと経験点的には厳しいかな。本当にねボール球をね投げられないっていうのがきついんだよね。どうよ、よしよしよし、最後はちょっとフォークで落とそう。殿下の宝刀、 OK。 宮沢くんはまあミートは高かったけどパワーが F だったからね。いやもう100ポイントとか全然違う、経験牽制が手に入った。いいね大谷くん。ただちょっとこっちも見ておいて、これ変化球やっておこう。マネちゃんがなデートできればな、どんどん回復をしていくんだけど、マネちゃんはね前イベなんで。神楽坂くんもな全然進んでないからな。あそうか、大谷くんもあれか、前イベだったね。ちょっと前イベきつかったか。掃除しよう。体力を減らしたくない今は。でちょっと本当にやることないんで、騎馬妹でこの時にもう井戸端が来てくれれば別にマネちゃん関係ないんで、早めに井戸端来てくれてもいいですね。このままだと最悪、マネちゃんの告白がすげえ遅くなりそうだな。デートが間に合わない恐れがあるね。よし、神楽坂くんはとりあえず終わった。コツがここにあるね。犬木くんはねちょっとねポーカーフェイスがねあるんだけどね、どうするよ。キレが来てない、キレきついな、来ないと。B 賞ポイントを
使ってしまうのか。低め取っとこう。低めを取ったってことはあと何があんの。そもそももうよくね。あ、タイピンか。タイピンも欲しいよね。これはちょっと賭けに出よう。まあ普通に練習 OK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 。 技術精神も貴重なんで。よし、マネちゃんようやく来た。マネちゃん好きだー。もう騎馬妹とはねデート終わったからね、もういいよ。マネちゃんとデートしていこう。よし、玉持ち OK。 メンタルに葵ちゃん。葵ちゃんはただまだ2回目も来てない。あ、2回目もう来てないよね。そうそうそう、2回目変化球ポイントもらっておくか。コツがなければデートをしていきましょう。これは断る。大丈夫だ。よしよしよし。で、練習もね特に何もないんで、じゃあデートしましょう。まあ井戸端が起こる前にちょっとマネちゃん彼女になっちゃったけど、そこはしょうがないよね。マネちゃんはね途中で評価が下がるっていうところがねきついんだよね。あれ、もうマックスになってる。これはどうだ。なんか若干イベント数も詰まってる感じがするけど。おお、来た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 。騎馬妹はねもう練習するしかないんで、いたら練習しよう。マネちゃんはちょっとな、デートでいけるはずだから。1回下がるとはいえまだ2回目だからね。ここはあれ、やりくり上手で評価上がるよね、マネちゃんの性格的に。どうよ、13。よし。で、大谷の、あ、ウィニングショットか。でウィニングショットやっちゃうとマリンボールが取れないからね。今回はちょっと普通に速球プライドでいきましょう。あー、騎馬妹いるね。これはちょっと騎馬妹やります。来い。よし、 OK。 これで評価は戻りましたね、騎馬妹。ほら、いけ。すげえな、パーフェクト達成って。で、大谷くんもこれで終わりかな。いいねー、速球プライド。あー、コツプラス練習。しかも神楽坂くん、坂君あと何、キレはマジでどうしても欲しいからな。精密機械2だとこんなに安いんだ。仕上がりもちょっと取っちゃおう。玉持ちも大丈夫でしょ。奪三振か、来てないのか、何気に。まあ、奪三振キレ、これはもう絶対欲しいな。あと神楽坂君って何持ってんの。速球プライドって結構重たいね。打たれ強さ取った、キレがまだ、尻上がり取った、奪三欲しいでしょ。でリリース取った、カチューン取った、玉持ち取った。だからどっちでもいいんだ、コツさえ来てくれればどっちでもいい。お願いします。コツコツコツ、よし、キレ OK。 あれ、葵ちゃんのイベントマジ全然進んでないな。で、もうデートだね、これは。変化球的にどうだろうな。なんかツーシームとか取っちゃっていいかね。44にはなってるからね。ツーシーム取ろう。第2ストレートも欲しい。マネちゃん、これたまにさ、連打してって間違えるんだよね。ただマネちゃん、ここ下がるんだよね、経験点。経験点じゃなくて評価が。余計なこと言いやがって。女心が分かってないな、女心が。変化球、神楽坂くん、どうしようかな。6月3週か、あと2回だよね、デートすんの。
はーい、やっとこう。マッキバイ棒とは全然大丈夫なんで、よし気分転換しよう。すげー減らされた。いやまあそういうイベントなんだけどさ。さあここ最後も満点取りたいね。やっぱね2回は取りたいね、満点。できれば3回。バー、危ねえ危ねえ、なんかすげえずれた。あ、しかもまたフォークやっちゃったよ。俺結構ね同じ球をね投げる癖があるんですよね。ツーシーム投げてみよう。怖い。ツーシーム内角、オッケーイ。ここってなんかコツくれるんだっけ。そういえば逃げ玉で何にもないんで普通にデートをしましょう。マネちゃん、マネちゃんを驚かせようって言ってさ、これバイトに入ったんだよね多分。なんで購買部の売り子してんのってことで、で購買部に入ったってことでしょ。あれマネちゃんもそうだけど、これって掛け持ちしてんの、購買部とさ野球部。そう、そしてねここでね評価が上がんないんですよね。居抜きのガンマニアも終わってなかったんだ、そういえば。何にもないね。まちょうどデートでいいんだけど、マネちゃんこれで評価いっぱいになる。そう、お金はね貯めてもね使わないと意味ないんで。いや、いいね、全部40入るんだ。さてここはラズベリーはいいでしょう。ラズベリーはさすがにサクッとでいいでしょう。そしてまだ葵ちゃんの折り返が来てないのか。キレ失敗する可能性あるからな、キレはまだ取っておこう。最悪ドクター系直撮りか、いやきつい、ドクター系の直撮りはきつい。ディレダウンもらっておいて、逃げ球もね結構重いんだよね実は。速球プライド、筋力をだいぶ使うね。スタミナじゃあちょっと D は欲しい。あとはコントロールは B でいいかな。球速145、速球プライドをちょっと取ったから筋力が足りてないか。多分150くらい使ってるよね。そんなには使ってないか。あ、でも150くらいか。このさ、ほんとある。うお、ずれた。ノーアウトの1、3塁とかってほんとやだ。まずどういう状況なのよ。キャッチャー、オッケー、並木くん。ツーシーム、いいねいいね。打ち上げるのがやっぱり一番安全だよ。打たせて取る。外へ逃げるスライダー、オッケー。パワー S とか。マジか。ラズベリーとかもさ、なんか知んないけどこう能力高いやついるよね。初戦なんだからさ、みんな FFEF とかそんなんでいいよ本当に。 GGFF とかさ。まあここあたりだったら投げ切れるかな。チャンス丸とかさ意外に持ってるよね。あ、俺タイピン持ってないんだ。そういえば試合だとね、ほんとタイピンのあるないって変わるからね。高めにもう一回スライダー、落とすか。フォーク、オッケーイ。点を取られなければ完投できる感じか。だからさ、中継ぎとか抑えを作ろうとするとね、試合でのスタミナが足んないんで、そこが辛いところですよね。コツ、コツも来てるんだけど、あ、マネちゃん大丈夫だね。そして敏捷ポイントはちょっと稼いでおきたいんで、ここも悪くない。
体力回復してほしかったけど、てか葵ちゃん、葵ちゃんマジか、葵ちゃんマジか、来ないな。あと葵ちゃんなんだけどな、まあ、練習をするか。ここはコントロール、犬木くん、どうしようかな。変化球も何気に結構でかいな。いや、またやっぱりコツがあるんでね。あ、しまった。犬木くんはポーカーフェイスというよくわからないコツがあった。経験点、あ、タイピン、オッケーオッケーオッケー、よし、葵ちゃん君に全てかかっている。クククククククってクククみたいな感じだと失敗だからね。やろう。おー、いいねー。体力をごっそり持っとかれたけど、しょうがない。あとはどうしてもね、ここに勝たないと始まらないからね。ピンチャンでいきましょう。変化球が溜まってるんで、マリンボールを上げていこう。他、なんか、タイピンだね。タイピンが必要。1にしておいて、56か。そうだね。試合でちょっと欲しいんで、9。だから、足りる。足りるっちゃ足りる。OK。牽制には使えないね、そうすると。根性を持っておく？いやー、でもなー。逃げ玉。対強打者。要所。ちょっとこれでいくか。最終的な球速はやっぱりね、150まで持っていきたいんだけど。誰？先制のピンチを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で、足打ち持ってんね。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れて、いいところに投げる。投げた。見送ってボール。カウントは全く手を出してこない。あ、これじゃずれた。これはない。掴みました。これでツーアウト。ランナーマリンボールを見ろ。第2球、西尾君、ミート B か。第3球を、ミート B とかあるとさ、ボール1つ外すと普通にプテーンって持ってかれるからね。インコース引っ張った。投げました。よーし、オッケー、頼むぞ。オッケー、誰？宮沢君。惜しい。しってか走ったんだな。やべ、次が4球目、投げました。ワンストライクになった。バックスストレート、外れてボール、カウントワンボール、うわ打ちました。サード正面のボール、次だれ、小平キュンか。これはアベレージヒッターで行こう。さすがだ、やべなら走れる。で、サイガ、復讐の時だ、サイガ。よーし、あとは俺が守りきる、任せろ。意外にスタミナが減ってんな。藤村、投げました。見送ってストライク。なるべくボール球とか使いたくないんだけどな。オッケーオッケーオッケー。スタミナがないからね。1点取られてる。この自動失点、ホームランを打たれたのか、それか一塁に出て長打を打たれてホームまで帰られたのか。まあそんな感じだよね。千葉、お前を抑える、お前を抑えてスタミナがなくなるそうだ。チャンス20までってなんだよ、まったく。くれ、もうスタミナがないんだ、頼む、蹴ってくれ。打ちました、切れていきます、ファール、投げた、アウトボール、空振り三振。もう俺の出番はなくなった。さあ、いよいよ最終回。さあ、先頭バッターは神楽坂くん。春芸、このバッターだけはルーに出したくないところ。確かに第2球、金原とか結構怖いからね。投げた、ボール、アウトコース高め、カウントワンボールワンストライク。カーブ見送って、いやー、桜坂くんすぎるよ、本当にピッチャーとして。投げました、外のボール取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。普通に強いよ。初球空振り。俺なんかよりさ、桜坂くん出した方がいいでしょ、先発としては。投げました、スクリーン決まってストライク。投げました、153キロコントロール B、スタミナ B で、これだけの変化量を持ってて特殊能力も悪くないからね。監督はあれなのかな、やっぱり神楽坂とかは温存だみたいな。よしよしよし、とりあえず甲子園。
あんまりさ打席回ってこなかったよねやっぱり。でも次は寝るしかないんで一応見よう。おお、うん、やりたかったな、寝よう。なんかあれだね、大谷くん出なくなっちゃったね最初の方はさ大谷くん来てるねみたいなこと言ってたけどさ、で次はあれかな、よっぽどダブルタックとか変化球に来なければ精神で体力を回復しておきましょう。変化球147でいける？あ、いけない、200必要だ、全然ダメだ。じゃあ脅威の切れ味は取っちゃいましょう。根性ね、なんか欲しい気がするんだよ。奪三振だね、奪三振。大谷くんが意外にコツの数が少なかったね。やっぱり俊英はね、呼び戻さないとコツとかがもらえないんで、それが厳しいですよね。俊英、何なのこれ。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で総じ投球、これからアベレージヒッターと、アベレージヒッターがね本当に嫌だ、対戦するときに。変化球、オッケー、空振り三振、また引き見事だ。お、なぜか1点取ってくれた。追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁、初球ショート左へのライナー、これでツーアウト、ランナーは2塁、ミートエフだけど初球打ってきた、結構ジャストミートしたと思うんだけどな、今のノーアウトとかね、本当に。ノーアウトランナー2塁、打った、取れないか、さすがに。第3球を、多分これあれなんだよね、一塁に出されたらさ走られてんだよねきっと。ストレート、気圧感とか持ってんかいこいつ。それでそうだったな、ここのチーム。一つ外してボール、カウントワンボールツーストライク、スライダーボール、スタミナをゴリゴリ削られるからな。低めの球、見逃し三振。第9球、本当嫌だわこいつら。第2球、投げた、アウトローでストライク。どんな高校生なの、こんな最悪感いっぱい持ってるって。直球、よし、3球三振できたのはでかいな。攻撃の時にどんどんジャンプとこ、小平君はねいけるはず、何気にパワー C あるからね。ここは開いていこうじゃなくて強振でいこう。わあどうする、いや強振でいこう、見ろ小平ダメだおとなしくアベレージヒッターにしとけばよかった。いよいよ最終回を迎えました。大谷くんだね。今回のトップバッターはフォークとスローカーブとスライダー。投げました。スローカーブなんて投げるんだ。投げました。スローカーブはストライク。これで追い込みました。なるほど。さあ4球目。球速が速いから緩急をつけてるんだね。空振り三振。まさに日の出るような直球。かっこいいね。決まってストライク。バットが空を切りました。投げた。お、これは打ち上げて。取りました。これでツーアウト。ランナーありません。小平くんナイスよ。本当に。第2球投げた、見ろ160キロ、高校生とか打てないだろう160キロなんて普通に。さてここでね精神にねコツが来てくれてるとめっちゃ嬉しいんだけど、こういう時に限ってこういう時に限ってなんでこんなコツが。大谷くんはあれか、神楽坂くんか、 6% か、奪三振欲しいね、奪三振欲しいよこれはマジで。神楽坂くん、あとなんかあった、もうないよね、だってキレも取ったしさ。いやこれは攻めるでしょう、もう次はだってコツなんて来ないよ普通に考えて。よし、あとはコツをくれる練習か、ドクター系直撮りになるかな、そうすると。もう本当にこれはね精神にコツが来てくんないと何にもできないから。どうしようかな、コントロール A にしておこうか。じゃあ、あ待って待って待って、ドクター K 直撮りする可能性があるからちょっと技術ポイントは取っておこう。で球速は150にしておこう、やっぱり150欲しい。どうしよっかな、中継ぎにするか抑えにするか。おお、三塁全然ピンチを迎えました。ゼリアだってさ、こういう構えなんだ、ちょっとバスター的な。見送ってストライク、第3球を投げました、1球外したボール、カウントワンボールツーストライク、高め、空振り三
振。ランナーは8番小出。結構スタミナ減ってんね。投げました。見送ってストライク。投球これから2球目。どうよこれは小平くんならいける。ありがたい。ちょっと小平くんじゃなかったら厳しかったかもね。俊英先制のチャンスです。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で打ちました。よし OK。 まずは1点。並木くんパワーがある。ランナー一塁三塁となりまして、ミートがないけど俊英追加点のチャンスを迎えています。しかしこのパワーで外角低め無理やり持っていくぜ。2ボールノーストライク。第3球は外れたボール。これは完全なボール球。これはでも勝負してくるよね。いやーそうか、なるほどね。ストレートのフォアボール。うわそうか、ピッチャーか。完全に外れた。しかしこいつは力配分を持っている。第2球投げました。俺の力を舐めたな。ポテンよポテン。そしてやべ投げました。低め外角。おーいいとこ投げるね。第2球投げました。あ待て打ちました。これは取られちゃう。危ない危ない危ない。開いてこう。投げた。ボール。カウント1ボール2ストライク。みんな足遅いな。投げた。こいつら。FEF とか。平行カウント。下位打線はもうこんなもんなんだなやっぱり。打ちました。西尾。おおいいね。ポテンとポテンと。リードを3点に広げます。3対0。こいつ足が速いのか。危ない球。繋いでいこう繋いで。投げた。打った。ヒット。よしよしよし。1点ずつ確実に。小平君狙ってこう。そんなことするからねゲッツーとかになるんだよね多分。投げた。あれいいね嫉妬。そして才賀でとどめを刺す。ワンアウトランナー一塁三塁となりまして、さらばだ。ビッグイニング。ワンアウト。うわそうだね、いたね岩井君。見送ってストライク。こいつのラッキーボーイ的な、これ発動してない。ラッキーボーイとか。キレのある変化球。見送ってボール。発動条件がいまいちわからん。打ちました。一二塁。ナイス。いやさすがだ。いや回ってくるね。打たれすぎだろ本当に。関今日はライトフライト。おお怖い。ああいうなんかさ打球怖いんだよね。おお入った。ちょっと外したつもりだったけど。投げました。見送ってストライク。第2球。これも打ち上げで大丈夫。でこれでスリーアウト。黒金大展開で迎える。また岩井くんか。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で岩井投げました。アウトコース低めいっぱい。ストライク的には悪くはないからね。ミート C のパワー C。第4球を投げた。いやプロ野球選手でもなかなかいないよ。おお。犠牲フライをやられてしまったか。いよいよ9回に入ります。神楽坂くんに変わってんね。先頭バッターは岩井。岩井くんよく出てくんね。投げた。初球を打たれた。ボールは中継。パピヨン。投げた。もう第2球。投げた。2球あれパピヨンのさ威圧感って。あ、そうか。神楽坂くん投手持ってるんだ。あれ持って持ってたよね投手。持ってなかったっけ。持ってねえわ。打ちました。ゲッツー。二塁フォースアウト。アウト。ゲッツー。なるみやな投手持ってんの。よく使うキャラで。投げました。見送ってストライク。一球一球に魂を込めて投げ込みます。これで終わりよ。終わらなかった。これで終わりよ。投げました。外角高め外れてボール。よく見てくるね。2ボール2ストライク。投げました。最後の最後に。小出ヒットを放ちました。バッターは9番。優秀の日を飾ったな。今日はここまで3打数1安打1三振。決まったストライク。しかしその古内くん俺が仕留めて終わりだ。第4球は外角高め空振り三振。神楽坂3安打になります。9対1とか。2回戦は見事。1点取られたのかな。痛いな犠牲フライでも。さあ最後はねもう精神練習するしかないんで。いやいやいや無理だよ無理だよ犬木くん。さすがに無理だよこれはね。勝負しないでしょういくらなんでも。もうここは着火でいいや。でねマリンボールもね4までちょっと持っていきたいんで444とタイピンは取っちゃうか。何気に精神ポイントがあるんで。そうすると根性だね。ちょっと根性で投げ切ってもらいたい。2
逃げ玉、変化球ポイントが全くなくなったんだけど、緊急登板もね、その欲しいんだよね、その能力的に。取っとこう、取れるときに取っておこう。要所、何が足んないんだ、変化球ポイントがないのか。ドクター K、 そうだドクター K、 え、これどうなる、ちょっと待ってね、エピローグポイントを計算する。80、80、80、80、80、80、80 大丈夫かな。試合でのポイントと、まあ、ドラフトはね、そんなにポイントは期待できないんで、試合でのポイントと、もう点取られてるよ。同点のチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面です。せめてここで20点を稼ぎ出しておかないと。サイガー、春英、なおもチャンスが続いています。外れたボール。サイガーってさ、左バッターだったんだ。第2球、今さらって、やばい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 、しまった。せめて1点、岡君、なおもチャンスが続きます。おお、ストレートか。肩越しにランナー見た、投げた、インコース引っ張った、どうよ、オッケー、二塁まで走ってくれた。いいねいいね、取れるときに点は取っておきたいかな。これはおお入ったか、際どい、ボールかなって思ったけど、打った、センター方向、取って、これで3アウト。なんとか頑張ってんな。追加点のチャンスです。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で渡部、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。これは入ってくるか。第3球を投げた、危ない球、ツーアウトっていうところがね、やっぱり投げた、膝元、フォークばっかり投げてくる。3ボール1ストライク。第5球投げました。おお、これは外れた、満塁を取ったか。これで塁が動きました。あ、それそうだよね、俺だもん、投げました、初球やったー、ラッキーみたいな。第9投げました、ストレートで押してくるか。矢部君のやる気がないからな、ちょっと強振にはしたくない。ボール1ストライク。第3球を投げました、ストライク。おお、際どい、ここに来て。第4球を投げました、虹谷が覚醒している。バッターよく見ました、虹谷マジで帽子。人よ、このポテンヒットの嵐。俊英はね、さっきね、ポテンポテンしてね、繋いでいくんだよ。投げた、それが名門の力だ。小平君、小平君もね、こう敵としてね、バッターで戦うと本当やだ。サードから二塁送球。まあまあまあいいかな。いや、奪三振取れなかったのかな、ちょっときついね。まあ直取りして技術がどこまで余るかっていったところですね。ドラフター多分3とか4なんだよね、大体4か。甲子園優勝してこれだからな。いや、抑えがいいけどな、中継ぎにしとこう。抑えがね、マジうちのチームは貧弱なんですよ。そういや、騎馬妹ってピッチャーだと何くれんだっけ、要所とかだっけ。要所とかって多分コツ1あったよね。で、コツつかんだから2でくれるのか。変化球ポイント意外に余りそうだな。そうするとなんか適当な変化球ポイントを取らなきゃ。あ、そうだ、大谷君ありがたいちょっとでも今ポイントが欲しい。ピッチャーで7200、まあピッチャーだったら全然いいでしょう。技術が300あるけど、これドクター系ですげー持ってかれるんで、170も持ってかれるのかよ。変化球もめちゃくちゃ持ってかれるけど、しょうがないよね。だって対強打者も取っておこう。要所も取りたい。あとは変化球ポイント使いたい。手応えとか何が足りないの。敏捷か、火消し、かっこいいよね。取ろう、やっぱり。内角が意外にあれ使うけど、ちょっと待ってね。投手取っちゃうと、K
球速1回上げられそうだね。151、これでなんか特殊能力取れる、投手は取れるとして、もう無理か、さすがに無理か。変化球ポイントやっぱちょっと余っちゃったね、余っちゃったね。143から143変わんねえじゃんまあもういいんだけどさ。じゃあジャイロボールね、ちょっと取ってみる。143から144、一応1上がるのか。安全圏、内角、先制ストライク、先制ストライクはこっからの、あ、先制ストライクだと今度投手が取れないのか最後悩んでんな。内角取ると、内角も無理だ。内角取ると、とにかく投手を取ろう。まずじゃあ投手を取って、あとは、あ、ジャイロボールがいけんじゃん、これにしよう。よしよしよし、悪くない悪くない悪くない。これであとなんだっけ、スタミナをちょいちょいちょいと使えばいいでしょう、これで。というような感じで、まあね、ちょっと大谷くんから奪三振が取れなかったのが誤算でしたけれども、まあ、神楽坂くんもね、最後のね、あのところでくれればかなり良かったんですけれども、まあ大谷くんね、来ますね。やっぱり得意練習率アップ持ってるんで、最後の方は来なかったけど、まあ野手で使ってもよし、投手で使ってもよしという選手だと思いますので、まあ、まだ持ってない方は、まあ、余裕があればぜひね、あの大谷選手は持っていていい1枚だと思いますので、この機会にね、取ることをおすすめします。というところで、じゃあ今回はこれで終了します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。